体的に私は何だろう、爽やかな感じを感じて、なんか疾走感とかそういうものを感じたので、なんか YMO の時とまた違うような感じで聴いていましたし、やっぱ高橋幸宏さんの歌声がいっぱいあったので、それもすごく楽しめて楽しいディスクでした。結構女の人たちとかそのネロマンティックの曲とかも入っていて、ベスト版としては何を聴ける感じがある。そうですね、その初期のね、あのベスト版としても聴けますよね。ちなみに小池さんはビートルズは聴いてますか。ビートルズさんちょこっと聴いてはいて、あのその今回もあの楽曲たちを私の母と一緒に聴いていたんですけども、なんかこの曲ちょっとビートルズさんっぽくないっていうのを母と言ったりしていたんですけども、お母さんはやっぱなんかあまり詳しくないので、わかんないわかんないって思ったんですけど、でもなんかそんな感じするなとか言っていて、ちょっとありましたよね。はい、池田さんはそのさっき、はい、ジョージ・ハリスンの曲のカバーを何曲か今までもやっていて、はい、なんか好きみたいですね、本当に。なんかあまり聞いたことなかったんですけど、ちょっとなんかビートルズさんの楽曲も聴いてみたいなって思いました。聞いてますね。あ、そうですね、すごい私は結構印象的に残っていて、なんか初めのところからすごい聴いていて爽やかで楽しいと思って、なんかこういう雪際さんの楽曲はもう聴いたことがなかったので、なんか初体験の感覚で聴いてました。あれが それがまさにビートルズの曲、あジョージ・ハリスンの曲のカバーなので聴いてみてください。はい、高野さんは今回の音源の中で特に仕上がっているプレイとか思いますか。そうですね、頭の3曲ぐらいがなんかすごいと思って聴いてたんですけど、特に僕は土屋まさみさんがライブで弾いてるバージョンをあんまり耳にしてないので、そのタイム&プレイスの方の、ね、ビル・ネルソンの感じとやっぱ全然違ってて、その土屋まさみさんの気迫がまた伝わってきたのが、なんかいい、あのやっぱギタリスト目線で聴いちゃうところがあるんで、うん、あのすごいなと思って、うん、聞いてましたね。そのこの、ライブの中では YMO の曲も、キルとキリの、手がかりを、演奏する深掘っていうんですかね、してますけど、はい、この曲に関してはいかがですか。 YMO の曲ですけど、小池さんを聞いてなんか違いだったりご感想みたいなものとかありますか。そうですね、なんか YMO さんといえばなんか毎回ライブごとで同じものがないっていう印象なので、なんかまた違った雰囲気を感じられることができたっていうか、なんか毎回こうどんどん変化していくので、同じものがないってこんなに面白いんだなっていうのも改めて聞いて感じましたね。そうですね、あのやっぱり中期の YMO の代表曲で、すごく幸宏さん、まあ、細野さんと幸宏さんの共作っていう、あのなんていうの、そのカラーが強い曲ですけど、うん、あの結構 YMO の BGM の方のバージョンはこう密室的な雰囲気というか、ちょっとこうあえて暗いアルバムを、ね、作りたかったっていう、そういう作品だと思うんですけど、それがライブになるとやっぱかなりこうフィジカルな面が加わってきて、あの小池さんがおっしゃったように全然違うものとして聞こえてくるなっていう、うん、ライブミュージシャンなんですね、ああいうものは、うん、ミュージシャンでもあるっていう、うん、どうなんですか、キルには結構特別な思い出があって。そうですね、あの僕の3枚目のアルバムのタイトルが Q なんですけど、あの勝手に拝借してしまったんですけど、タイトルを
やっぱりあの曲も好きだったし、なんか手がかりっていう、こう何かを探してたんだろうなっていう、その気持ちがその90年代の自分にちょっとこうシンクロしてしまったところがあって、その昭和から平成になるタイミングだったんですけど、なんか世の中が、今と同じぐらいちょっと混沌としていた時もあって、なんかそんな気持ちを Q っていうタイトルに託したんですけど、勝手に使ってすみませんゆきろさんにはちょっとゆきろさんの声もやっぱりすごく魅力があるというか、本当に唯一無二だなと思うんですけど、ゆきろさんはゆきろさんボーカルの魅力についてはどう思いますか？そうですね、なんかなんだろう、ささやく感じでもないんですけど、聞いててなんか心地よいというか、なんだろう、歌っているけど言葉っぽいっていうか、伝わってくるっていうか、お話ししてるみたいというか、なんか不思議な魅力を持っていて、なんか聞いていて落ち着きますし、私は唯一無二なのかなってすごく思って、いろんな楽曲の中でも高橋幸宏さんの声が入っている楽曲をやっぱ探しちゃうくらい大好きな声です。 YMO の声という、はい、こう象徴する声の音色というかってないですもんね。はい、いや、コメントするぐらいですね。その歌ってるんだけど喋ってるみたいっていうのは、なんかなるほどなと思いました。あんまりそういう風にしてこう分析して聞いてないっていうか、もう僕は当たり前に聞いちゃって出たから、そういうものだと思ってたけど、確かになんか歌ではあって歌でないようなね、そんな感じありますよね。あの、あれもで TOKIO っていうのがあったじゃん。だからあの、あれボコーダーっていうそのシンセの仲間みたいなやつを使って、あの声だけ、声の質感だけ使ってキーボードで弾くっていう、まあ、ロボットの、これロボットの声みたいなイメージなんで、なんかゆきろさんってそのボコーダーの声と人間の生の歌の中間のようなところがありますね。すごくあえてこう無機的にというか、クールに歌って歌うことで、それが個性になっているっていう、そう、なんかそのね、あのオリジナリティっていうのはやっぱりすごいですよ。サーバーの頃はまだちょっとなんか普通に歌ってるんですけど、それがこうやっぱ YMO にこう YMO として活動し始めたことでゆきろさんのボーカルのスタイルが決まっていったのかもしれない。岐阜に入っているタイムアンドプレス、このアルバムについてはどうですか？これは当時も聴いていたのですごく好きなのなんですけど、やっぱりリマスターで聴くとちょっとこう、なんていうかな、膜が一枚剥がれたような、あの新鮮な音で聴けますね。で、そう、演奏は なんていうか、完成の域にも入ってるというか、その82年のアルバムがかなり攻めるような感じ、勢いのある感じだったのが、こうすごくなんて落ち、いい意味で落ち着いてるというか、あの余裕のある演奏になっているような気がします。そうですね、私その聴いてるタイミングちょうど紅茶を飲みながら聴いてたんですけど、めっちゃ合うなと思いながら聴いていたり、でもやっぱりなんか何回も同じこと言ってしまうと申し訳ないんですけど、この時代に生まれたかったっていうのは
本当になんか羨ましくて、なんでもうちょっと早く生まれられなかったのかなと思っちゃうくらいには、なんかもなんだろう、このリアルタイムでこの楽曲たちに出会えたらもっと今違うかったのかな、もっと長くこの楽曲たちを聴けたのかなって、この変化していくのも全部聴けてたのかなと思うと、なんかすごい悔しいなって思いました。リスク4には映像が映像作品になりました。これに関しては何かどう思うんでしょうか。みんな若者ですね。なんか不思議ですね、その30アラサーの若者が、ああ、ケンジさんも若いみたいな。でも自分が同じぐらいの年の時にどういうことをやってたかなって、やっぱり比べてしまうところもあって、そう思うと本当に、ね、さっきの話なんですけど、大人っぽいし、そこまでのもうキャリアが全部こう立ち姿にも現れてるっていうか、もうベテランのねオーラが出てるところもあって、でも若い。なかなか今と違って、その時代そんなにこうライブの映像ってたくさんも残ってない時代なので、とても貴重だなと思いますね。小池さんどうでしたか、そのご自身がやってるライブとは全然違う、そのセットのシンプルさとかいろいろリクエストもあるのかなって、なんかシンプルなものでこうライブをこう戦えるっていうのがまずかっこいいしクールだなって思いましたし、なんだろう、高橋さんの目線がすごい好きで、この楽曲をドラムを弾いてらっしゃる姿とか歌っている時もなんですけど、ずっと一定でその目線がすっごいなんか全てがそこに詰まってるような気がしていて、その目線をやっぱなんか見るのが好きですね。さっきからなんかあの時代にいや回りたかったっておっしゃってるけど、僕は僕で60年代70年代、まあ70年代はだいぶ小学生とかだったからちょっと違うかな、60年代に若者でいたかったなって後ですごく思ってた時期があって、やっぱりなんかそういう輝いて見えるんですよね、その自分の体験してない時代っていうのはね、そうだから、なんかそうやってあの、ね、憧れる気持ちもすごくわかるし、で同時にその80年代リアルタイムで知ってるせあの自分としては、全部の80年代がかっこよかったわけじゃない、ちょっと YMO だけがやっぱり飛び抜けて自分にとっては特別で、だからその頃の音楽を今聞き返してみて、なんかちょっと古臭いなって感じるものもあるんですよ、同じ時代のものでね。だけど YMO はなんか今聴いても古くなっていない、その古くなっちゃう音楽と古びない音楽の違いは何なんだろうってことをすごく考えさせられますよね、でもそれがやっぱりあの本物の輝きなんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、自分もそういう作品を残したいなっていうことはいつも思うことだし、やっぱりいつまでも超えられないすごい先輩だなって思いますね。小池さん自身の表現の中に我々だったり話してくれたあの影響みたいなものを、まあ、直接ではなく間接的でも何かこう感じたりとか自分がこう触れてるなと思って書かれますか。やっぱり最近の楽曲は歌詞がもう絶対あって、その歌詞ですごい鼓舞し自分を鼓舞したりとか同調してくれたりとかっていっぱいあると思うんですけど、やっぱ YMO さんだったり高橋幸宏さんの楽曲は歌詞がないものもいっぱいあるので、そういう楽曲に触れることで感じ方もやっぱ変わってくるというか、この楽曲はこういうものなのかなとかいろんな考え方が変わってくるのかなと思うので、なんかぜひ私くらいの年代の方にも聴いて
いただきたいなっていうのはすごく思います。Time for that.